有名な、はい、ジールの PV に登場した車です。こちらの車が下取りで入ってきて、国産の SG1 19インチやつですよね。アバンティリアガンシついてます。はい、マグロンテと呼んでください。はい、今日は牧師です。新車ですか？いや、もう新車はありません。あ、もう新車はないんですね。あの、今月最後の1台の新車が、あの、はい、投稿あるんですけど、はい、もう新車が、あの、弊社は完売して、あ、もう完売してしまったんですね。はい、90へと、あの、移行しました。はい、で、2月の中旬からで、かなりの、はい、この80系の後期型でかなりお問い合わせいただいて、結構多かったですもんね。で、以前にもあの注文販売の動画を上げさせていただいたんですけど、はい、その注文販売で、はい、今かなりあのご注文いただいてて、80の後期だけで今8台ぐらいあるんじゃん。8台ぐらいありますね。ちょっと3月かなりあの、はい、忙しくさせていただいてるんですけど、はい、まあ、これが、まあ、1台目にはなるんですけどはい、あと7台ぐらいあるってことですね。3月から4月の中旬ぐらいにかけて、はい、ご遠方のお客様も多いんで。なるほど、はい、今回のこちらのお客様は千葉県。あ、第1弾、はい、千葉県。あの、やっぱり2月3月はあの自動車業界繁忙期なんで、はい、毎年僕はあの月の半分というか、はい、それぐらいはあの全国各地、はい、全国各地行ってますもんね、はい。明日もこの千葉県のお客様のお車を汽車で千葉県までお届けしに行ってきます。はい、はい、で今回は、こちらのお車をご紹介したいんですけど、はい、今回のこちらのお車、はい、ネット掲載前にもう売却済みになりました。あ、これまだそうしたらネットに載ってないってことですか？乗らずにもう売却済みに、はい、あ、乗らずに、はい、なるほど。まあ、今回のお車は30年式の ZS なんですけど、はい、おー、本当ですね。そう、これはあの有名な、はい、ジールの PV に登場した車です。あ、そうなんですね。そう、え、そしたら、まあ、ご納車、新車で1回ご納車して下取りかなんかで帰ってきたってことですか？そう、そのお客様があの違うお車に乗り換えされたんで、はい、こちらのお車が下取りで入ってきて。あ、そういうことなんですね。で、今回のお客様からお問い合わせいただいて、はい、あの、まあ、あともうちょっとしたらこういう車入ってきますよっていう情報を交換させてもらって、はい、で、入庫次第写真を送って。ああ、そういうことなんですね。そう、で、あとは今回ご購入いただいたお客様が、まあ、アレンジを入れて、はい、完成しましたと。なるほど、いうことになります。はい、はい、こちらのお車の紹介をしていきたいと思います。はい、ただいまジールでは正社員のスタッフ募集しています。下記概要欄にリクナビネクストさんの募集要項ページを貼り付けていますので、そちらもぜひご確認ください。会社での仕事内容や雰囲気などをまとめた動画もご用意してますので、そちらが気になるっていう方がいらっしゃいましたら、下記概要欄の方にメールアドレスも貼り付けておきますので、そちらからご連絡ください。皆様からのご応募お待ちしてます。じゃあまず前回りから、はい、もともとあの PV でやっとったみたいなアドミレーションさんのコンプリートカーやねんけど、はい、いや、多分ね、塗り分けしとったと思うんですよ。そう、もう今回はブラックで、はい、あ、はい、そしたら塗装し直してるってことですか？そう、なるほど、し直してます。はい、で、あとは、まあ、このフロントフェイスグリルついてたり、はい、そうですね、グリルついてて、うん、あー、でも ZS やからやっぱここは素地なんですね。あ、ZS はここが素地になってます。はい、まあ、でも素地は素地で、なんていうんですか、なんかそこにダクト感というか、うん、なんか違う何かがついてるみたいな感じに見えるんで。一体感がないってこと？はい、なんかまた違う印象をもたらしてくれますね。うん、あとはヘッドライトもあのきらめきやったら下が黒いんですけど、はい、あ、本当ですね、こう逆になってるんですよ、ZS ときらめきやったら、はい、上が黒で下のヘッドライトの、あ、ヘッドライトのところがメッキですね。はい、ここですね、になってます。はい、はい、であの前のお客様もコーティングあのしてて、あの大事にお乗りになられてたんで、はい、
かなり程度いいお車です。ああ、まさにボンネットの反射もめっちゃいいですね。綺麗やろ。はい、まあ、こういう感じで、あのジールではあのかなりあの状態のいい下取り車もどんどん今、4台入庫してます、はい、お結構ですね、はい、これもまあネット掲載前に、はい、あの売約済みになってしまうと思いますので、お探しのお客様がいらっしゃいましたら、あの LINE とかで、はい、あのお気軽にお問い合わせください、はいはい、続いてじゃあサイド、続いてサイドなんですけど、はい、今回は、はい、もともとあの PV の時はマイスターの S1R 履いとってんけど、あのバフフィニッシュのやつですね。今回お客様、アルミホイル変えられて、はい、ワークさんの SG1 19インチに変えました、はい、ワーク製のホイールからワーク製のホイールへ。そう、このダブルフェイスがまたいいですね、うん。まあ、この、 あのお客さんもワークさんのホイール高いですよねって言っとったんですけど、はい、もうやっぱりそのままでいいですって言っとってんけど、はい、頑張ったら SG1 いけた頑張ったらいけたですね。頑張りました、はい、で、あとはあのホイールナット SX さんの、はいはい、レーシングナットパープル、これ2ピースの、 あの2ピース構造になってる、この紫色の部分だけが外れて、はい、中は中で普通のナットがおるっていう、結構安心。ああ、そうなんですね。あ、ほんならそのナット自体はそのちゃんと頑丈なナットみたいな感じで、なおかつあの、はい、ロックナット入ってるんで、おお、安心安全ですね。そうになってます、はい、で今回は19インチの7半のプラス47、プラス47、あ、そう、いつもと1mm。 SG1 は47からなんですよ。あ、そうなんですね。あ、でも全然、あ、全然安パイです。安パイ保安基準適合ですね。大丈夫です。はい、で足回りは、店員の車庫帳、はい、入ってます。緑色ですね、うん、あ、見えました。で、あとはアドミネーションさんのサイドステップがついてて、はい、リアのスモーク今回施工しました。あ、これは今回施工した感じなんですか。そう。あ、なるほど。プラスアルファで付けたってことですね、うん、施工させていただきました、はいはい、やっぱ後ろが黒くなるだけでいいですね。 ZS はやっぱこのドアミラーカバーとかアウターハンドル黒になるんで。あ、そうですね、うん、こう引き締まってるというか、はい、うん、かっこいいです。フォルムが綺麗です、はい、はい、続いてリア周り、はい、リア周りなんですけど、はい、リア周りは結構あの手入れました今回。やってますね。はい、バレンティさんのレボテールのスモークレンズのバージョン、はい、取り付けしました。スモーク真っ黒ですね。あれ、うん、これ真ん中なんか、はい、あの有名なやつですよね。アバンティリアガーニッシュついてます。はい、あのボクシーのマーク消える有名ですよね。ご自宅にあの届き次第、はい、5分で取り付け可能っていう。あ、革命的な、はい、革命的にもうメッキ消す、ボクシー消すできるやつですね。そうです、はい、202070とかは、まあ、もう基本であの色付き用意してるんですけど、はい、まあ、ブラキッシュアゲハとかあのその他のカラーに塗ってほしいという方は、はい、あの言っていただければ塗装しますんで。あ、なるほど、はい、下記概要欄のオンラインショップよりお問い合わせください、はいはい、で、あとは下側がアドミネーションさんのリアスポイラー、はい、これも真っ黒ですね、はい、うわ、真っ黒で、あとはちょっといつもと違うところがあるねんけど、わかる？いつもと違うところ、髪の毛切りました？切ってない。あ、切って来週。あ、来週ですか。タモリやん、それ。はい、タモリやん。はい、髪切った。いや、髪切ったって。いや、どこが違うのかなと思って。いつもとちょっと違うところがあんねんけど。いやー、あ、LED のリフレクター。いや、今回純正のリフレクター。純正ですか。あ、なるほど。あの今回マフラー見てほしいねんけど、はい、これアドミレーションさんの4本出しマフラーやねんけど、はい、これはあの PV 作成した時に取り付けてるマフラーやねんけど、はい、出口の形を見てほしいね。いつもと違うやん。いつもなんかまっすぐ行ってましたよね。これちょっと絞ってんねん。はい、あ、なるほど、うん、俺個人的にこっちの出口の方が好きやから。あ、珍しいやろ。珍しいですね。こっちの出口の方が好きやったから、はい、結構それぐらいの時ってずっとこれ使っててんけど。あ、え、なんで今まっすぐなんですか。去年廃盤になってん、この形。あ、そうなんですね。そう、まっすぐだけになってしまったんですね。だからもうあのストレートというかあのオーソドックスな形。なるほど、まあ、あっちはあっちでこうマフラーが大きく見えるねんけど、はい、
これはこれでかっこよかったんで、この当時はこれ使ってました。あいや、こっちいいですね。なんか最終クッてなってる感じが、そうデザイン性もいいですし、動画見ている視聴者さんも気づいてなかったでしょ。はい、僕も気づいてませんでした。伊達にアドミネーションのコンプリートいっぱい作ってませんよ。まあ一回電気回りいきます。はい、ウォー、いいやろ。はい、なんか真っ黒ですね、本当に。まあアバンティのリアガンシつけてるんで、はい、後ろかなり締まってるやろ。やばいですね。いや、これめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいやろ。はい、もう このやっぱりここがメッキか、はい、この塗りが入るかでかなり印象変わるんで。そうですね、はい、テールもやっぱあえてメッキをつけないってところがいいですね。かっこいいです。おすすめアイテムです。はい、はい、じゃあ内装いきます。はい、今回 ZS やねんけど、はい、両側自動ドアついてます。おお、ありがたい機能ですね。標準は片側だけなんで。そうですね、はい、ZS はチールでご購入しているお客様皆様両側になっております。あ、なるほど、はい、もうやっぱ右も結構大事ですもんね。大事や、はい、うん、あとは内装、はい、お願いします。はい、ナビいきます。ナビはアルパインさんの11インチのナビ。はい、で前のオーナーさんが大事に乗られてるんでナビ、保護フィルムまだ貼ってあります、はい、保護フィルムありますね。はい、はい、貼ってあります。めちゃくちゃ大事に乗られてたんですね、本当に、うん、あとは上見てもらったら、はい、おお、フリップダウンモニターもついてるんですね。はい、ついてます。はい、後ろのお子さんもこれいつもとメーカー違うんですけど、メーカー違っても前後別々の空間作れるんですか。ダブルゾーンできます。できるんですね。ダブルゾーンできます。うわー、これはありがたいですね。ダブルゾーン、ダブルゾーン。でもう一応中古車にはなるんで、はい、ナビ、ETC、バックカメラ、フリップダウンモニターとかはもうそのままついてるっていう、はい、あ、なるほど、はい、ついた状態で入ってきたって感じですね。そう、ジールのお客様は、99% の方が、はいはい、アルパインさんのビッグ X の11インチか、はい、カロッツェリアさんのサイバーナビ、あ、10インチのやつか、はい、ディーラーオプションの10インチのナビ、はい、やっぱ大きい方が取り付けてないんで、はい、ジールに入ってくる下取りのお車は、漏れなくナビ大きいです。はい、はい、いいですね。まあお買い得に買えるんで、うん、いいと思う。そうですね。そう、フロアマットとかも中古車やからもう元々ついてるんで、はい、ああ、その辺を新品の金額かけなくてもいいってことですね。そういうことです。あ、なるほど、そこがやっぱ、まあ、中古車のメリット、うん、になってくるんですね。そうで、今回もう内装外装見てもらったら分かるんやけど、はい、ビッカビカに仕上げてるんで、内装も中古車って言ってもできるだけやっぱりこう気持ちよく乗り出ししていただきたいんで、はい、あ、なるほど、新車により近くなるように、はい、はい、あ、確かに綺麗ですね。クリーニングしてます。これ分かりました。え、あ、ルームランプ LED じゃないですか。ルームランプ LED ですね。はい、もともと乗ってたオーナーさんの時も、はい、バレンティさんのやつ、はい、サービスなんですよ、ジール。これサービスでついてたんですけどね、はい、でも変えて思った、はい、明るさが全然ちゃうかった。あ、そうなんですね。やっぱり3年、もう4年か、4年ぐらい使ってたんで、あ、やっぱ暗くなんねんの。そしたらこれ前回サービスでつけとったやつじゃなくて、また新しくサービスでつけたんですか。当たり前じゃないですか。つけ直ししてます。はい、はい、なんで安心して使っていただけます。はい、はい、あ、ちなみに今回のお車は、はい、30年式のお車で、はい、2万3000キロですね。おお、まだ全然現役じゃないですか。いや、まだまだこれからやで、はい、ですよね、うん、小学校卒業したみたいな感じ。ああ、え、まだじゃあ全然もう成人もしてないじゃないですか。そうやで、はい、今からのバリバリの車です。これからですね。で、あとはシートカバー、もともと前のオーナーさんの時につけて。そうですね、ついてましたね、うん、おー。で、やっぱり運転席とか助手席とかは結構こう、はい、こう乗り降りで滑るからさ、はい、ちょっとモケモケなっとってん、ここ。あ、なってないですよ、うん、え、なってないですよ。あ、座面変えたんですよ。あ、変えたんですか。そう、どこまでサービスいいんですか。これはご購入したお客様にもいちいち言ってません。
もう気づいたらな、あの、はい、ここだけとかで部品出るんですよ。あ、そうなんですね。そう、ここだけで6000円ぐらいやったかな。あ、そうなんですね。確か部品出るんで、はい、まあまあ、あの、こうやっぱりな、一番こう使うところ、はい、うん、見えますもんね、やっぱ。そう、お、買えちゃったんですね。買えるところまでな、はい、手届くから。ありがたいですね。孫の手と呼んでください。孫の手呼ばせていただきます。はい、いかがでしたでしょうか。 ZS いいですね。 ZS いいんです。はい、いいんです。いや、ドアミラーとかもやっぱ黒、うん、ドアノブも黒ってなった時に真っ黒。ああ、いいんです。かっこいいです、本当に。うん、ジールはあのカーセンサー、はい、グーネットとか、はい、あの中古車、まあ、新車とか掲載してるんですけど、はい、あのやっぱり僕たち、まあ、こういう YouTube の、 あの撮影とかもそうなんですけど、はい、あの日々あのお車制作したりとか、はい、かなり作業が多くて、はい、今あの新しく在庫してるんですけど、はい、ネット掲載までまだ追いついてないお車とかもあるんで、はい、あのそこ、はい、今、これかなり水面下の情報なんですけどね、はい、黒色の ZS きらめき3の未使用車、はい、でアドミレーションさんのコンプリートカー1台作る予定です。マジですか。はい、あとは、30年式やったかな、はい、30年式の黒色の、はい、ZS きらめきやったと思う、はいはい、モデリスタコンプリートカーも1台あります。ああ、2台分ならあるんですね。そう、まあ、これからアルミホイル変えたり足回りを変えたりとか、はい、あのしていくんですけど、あのその詳細とか、はい、あの教えてほしいという方がいらっしゃいましたら、あの LINE、メール、はいはい、お問い合わせいただければ、あのネット掲載前に写真送ったりとか、はいはい、そういうあの情報あの送らせていただきますので、はい、ぜひお問い合わせください。はい、はい、ということで今回は、ジールで製作したお車が、はい、下取り車で入ってきてネット乗る前に売れてしまいましたっていう。はい、まあまあ、あのかなりこのケース多いんで、はい、教えてよその情報っていう方は、はいはい、あのぜひご連絡ください。はい、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。